は全て実現する。奥さん喋ってください。良いこともあれ見えるかな。想像も想像も破滅も、あるいは混沌でさえも、遠い昔その世界に足を踏み入れた賢者がいた。ギルティギアエグザ、はい、グーキャンですね。ナイスです。イグキャンしましたね。はい、決勝戦ならこんなテンションでいいのか、実況陣ということですが、A 番台は、1P 側が小川佐藤、カリンチュー、ソル、オギチャンソルチーム対 2P 側、投げファースト、画像ファースト、リオン会チームとなっております。なんだこのおっさんって書かれてる。おっさんと失礼な。こんにちは。はい、行きましょう。先鋒戦はオギチャンソル対リオン会。さあ本日はリオンさん、アインマンとの同期ラフを制しております。そして今度はーマーストに対してニューシラグリードセバーガード、そしてブッキラー掴んでいく DD ファフニールー YP ガンフレーム、さあ足場で透かされるということでね、 2K を置いておきましたね。さあスプリットしているから端から逃がさない、チャージを使ってジャンパイスラー上からかぶせていく、リボルバーから血はどうなる、空中ダッシュ PPP と触ってブリンガー、なんでそんなテンションで謝ってんすか。あー総裁、あーすいません、すんませんでしたね。あらあらあら、総裁したがね、すんませんでしたってね、ありますね。さあ、ガッチャジーブリンカーファフマイビー、はいほいほい、死んだ、いいですね、押しとけって感じでね。さあ行きましょう、ダイナンド。序盤はね、リオン会が追い詰めてはいたんですけども、そこからやはりリターンがバリバリですね。さあ立ち合いすら円安などにね、先置きすることによって潰していきます。そうなってくると貝がこうやって飛ぶってなって、走ってくるのが、走りが通せるようになるっぽいですね。さあここは上から行く、円安確定、 SKD からジャンケーは届かないが、2敗すらがすぐさま出ている、バックステップに刺さる、早い。さあ立ち切り捉えて 2K からグリードはダメだった、ガフレームは行きましたー、勝ったなー、おぎちゃんそれ勝てないのか。勝ちセリフ、アテルコお願いします。坊やは寝てろ、坊やは寝てろ、うさてめに、うさてめになりやがって、悪くねえ、悪くねえな。めっちゃ渋い。 Here comes the daredevil。あ、俺のお茶が、あざす。さあ、そして出てくるのは画像ファースト少女フォーク、次のソルの声優決まったな。はい、では行きましょう。おっと、開幕前ハイスラーに対してこっちは S 勝利、立ち切りヒット、 PS が当たらない、マイハイスラーガード、ガード硬い、そしてここは爆弾、これうまい、ディレイガンフレームですね。そうですね、上に打ち上げて体力リードはソル、ここで強気にマインドル、一射を裏返ってチームファーストが歩いているので反対側へ、さあ崩し出してマイピー力強い。さあこれ画像君曰くソルがね、足場で暴れるとマイハイスラが透かしてちょうど当たるので、暴れるときは円安が立ち合いするの方がいいよということを言ってましたね。まあドリルは透かせるんですけども、まあこうやってマイハイが刺さってしまうということで、結構画像君はその暴れ潰しを使ってみたいですね。やりすぎましたね、いかにしろクソガという感じの殺意を感じます。そしてガードを投げ仕込みのマイピー強すぎる、
ソルが結構あれ全部ダメっぽいってなんかノブさんが投げてましたね。まあ、けどそこに今回はガンフレームの黄色とか砕けろがあるのでうまいことやっていくのではいいんじゃないでしょうかね。リターンやばいですからね。ファーストもされるがままされてしまったらね死んでしまうんで。しかしローンキャンセルから足払いから出た。お前またやりたいかバカ。お前すぐそういうことするからどうぞ。お前やばいぞ。あー出たタシピー。バカって言っちゃったよ。ごめんな。なんとごめんなんて全く思ってないけどごめんな。またすぐ調子に乗ってこの坊やは。